クロス、ヘディング、ヘディング落とす、こぼしたシュート、同点、決めた柴崎、追いついた。アディショナルタイム4分過ぎ。いやー、ラストプレーだったと思いますけどね。劇的な同点ゴールが生まれました。柴崎のゴール、3対3。最後までね、分からなかったですね。逃げ切れなかったベガルタ仙台、ラストプレー。いやー、ここね。